先月 JR 滝川駅前で行われた掛川バンドフェスティバル。このイベントでひときわ注目を集めていたのが唐沢ダンスクルーです。クルーが踊るブレイキンなどのダンスは会場を大いに盛り上げました。でみんな何を伝えたいかというのが、ダンスを通じて皆さんに伝わっていると、まあそんな風に見ていただくと楽しいのかななんていうふうに思います。クルーの代表で講師を務めるのが唐沢剛さん48歳です。唐沢さんは1998年のブレイキンワールドカップ団体戦で日本人初の優勝を果たすなど世界の舞台で数々の好成績を収めてきました。東京都出身の唐沢さんは結婚を機に静岡県へ移住。現在は掛川と藤枝のスタジオで3歳から55歳までのおよそ250人にダンスを指導しています。先生ヘッドスピンって技がすごい上手、ブレイキン界で見ると、まあ、レジェンドだと思います。唐沢さんがブレイキンに力を注いだきっかけは自身の過去の経験です。高校に入学して間もなく先天的な脱毛症を患い、人前に出ることを避け高校を中退しました。絶望の淵で唐沢さんに生きる道筋を与えてくれたのが中学生の頃から好きだったブレイキンでした。友達を迎えに来てくれて、剛も一緒に遊ぼうぜみたいな、ダンス来いよみたいな言ってくれて、でまあちょっと勇気出して行ったんですけど、まあ帽子を取らなくてもいい世界がそこにあったというか。唐沢さんのスクールには障害のある人が通うクラスがあります。およそ50人のメンバーはダウン症や自閉症、知的障害があります。掛川市の自宅で日課の自主練に励む原明穂さん25歳です。原さんは自閉症と向き合っています。生まれつきの脳の機能障害でこだわりと、それからパニックと、やっぱり 細かさ、順番が、ルーティーンが必要で、いつもと違うことに弱かったり。原さんは小学6年生の時唐沢さんと出会いました。そこからダンスを続け10年以上スクールに通っています。今でも些細な変化や言葉が気になり、練習中にパニックを起こすことがあるといいます。この子だけじゃなくて、多分他の子にもいろいろやってくださってるなっていうのは感じます。普段から分かろうとしてくださる姿勢がこの子たちに伝わってる。剛先生のこと好き？好き。剛先生なんで好きなの？好きだから。あ、ね、ブレイクダンスの元っていうのはヒップホップっていう考えなんですけど、それって平等なんですよね。その人がどういう容姿であれ、全く気にしないんですよね。関係ないと。内から出るそのなんていうかな、踊りのなんていうかな、エネルギーみたいなものがみんなで共有できればそれでいいっていう形なんで。人それぞれの個性が輝きを放つ唐沢さんが目指すブレイキンです。ありがとうございました。皆さん、自分の気持ちを体いっぱいに表現していてキラキラしてましたね。はい、
私は今年2月にこのクルーのメンバー一斉にこうダンスを披露するという姿を初めて見ました、はい、まあ、一斉に踊るとこう振り付けのズレっていうものはあるんですが、一方でこう一人一人が輝く瞬間というものも感じるほど ありました、まあ、唐沢さんはそうした個性を大事にするということに気づけたのもやはり脱毛症があったと話しています。それを今は感謝しているそうです。まあ、今後も教室を続け、オリジナルなダンスを発信し続けていきたいと力強く話してくれました。